4月19日の、午後の練習が終わりました。午後の練習では、6対6で入ってウォッシュゲームを最後45分ぐらいやりました。ウォッシュゲームの中でもいろいろと細かいところまで詰めて話をしてプレーをしていくというようなことをやっていました。で、僕も実際中に入ってプレーさせてもらいましたが、やっぱり実際外で見てるのと自分が中に入って体感するのではやっぱりちょっとイメージが違っていて、もうちょっとこうディグとかもできるかなと思ったんですけど、意外に重くてパワフルなスパイクがいっぱい飛んできておりました。以上です。